300-353-1という名前は1982年5月に3マイクロシステムズが発売したユニックスワークステーションとサーバーの最初の世代を指す3-1はアンディベクトルシャイムがスタンフォード大学の大学院生の時に国防高等研究計画局の資金で設計した CPU ボードをベースにしていた 3-1のシステムでは、セブンスエディションユニックスの移植である2ソフトの2プラス、V7 が動作した。これは、時には、3ユニックス0.7とも呼ばれている。販売された3-1システムは200台以下である。3-1CPU ボードは 10MHz の、モトローラ MC68000 マイクロプロセッサを、搭載しインテルのマルチバスバックプレーンアーキテクチャに、基づいていた。 CPU ボードには 256KB の RAM と ROM モニターを搭載し、RAM は 4MB まで拡張可能であった。RAM は2台のクリスリン CI-8086-128KB、または 512KB メモリ拡張ボードを搭載することで拡張することができた。CPU ボードには2つのシリアルポート、5つのパラレルキーボードポート、5つのマウスポートを搭載していた。 キーボードは、ミクロスウィッチ 103SD30 から2、またはドイツ市場向けのキートラーニック P2441 を使用した。メモリマップのビットマップフレームバッファーボードは、1024X1024 10ピクセルの解像度であったが、モニタに表示されるのは 1024X800 ピクセルだけであった。グラフィックボードには、ラスタ演算アクセラレータのハードウェアを搭載していた。 ボールコープ製の HD17H17 インチディスプレイが使用されたイーサネットボートが使用可能であったが、より新しい1 0 m b ット S のバージョンではなく、ゼロックスのパロアルト研究所による3 m b ット S のバージョンが実装されていた。インターフイーズ製の SMD2180 ディスクコントローラにより、富士通製の 84MB M2313K または、コントロールデータコーポレーション、CDC 製の 16.7MB9455、ラークのハードディスクドライブを4台まで接続することができた。すべてのボードは、6つまたは7つのマルチバスカードスロットに搭載された。後の文書では、13インチ、または19インチのカラーディスプレイが使用可能となっている。カラーフレームバッファは 640X512。 ピクセルの解像度を持ち、640x480 ピクセルをモニターに表示した。このボードは1600万色のパレットから256色を表示することがきた。1、2インチと1、4インチのクイック -11 テープドライブを追加することもできた。3-2マルチバス CPU ボードにアップグレードされた3-1システムは、 モデル番号の U のサフィックスで識別された。ありがとうございます。